おはようございます。もしもです。いや、今回はね、さっき弾けた、クリスマス玉だろを使って裏白の限界にね、挑戦していこうかなと思います。はい、パーティーはね、こんな感じですね。まずリーダーの玉ドラにファスカの武器で、龍明1体目に白泣きの武器で、白泣きに、ファガンの武器、ソニアに煉獄さんの武器で、ポロネにスーパーワンで、フレンドの龍明に白泣きのね、武器をつけてます。はい、まあ、龍明はね、この前出した動画で、まあ持ってないって言ったんですけど、まあ、その後いろいろありまして、まあ、察してくださいその後いろいろありまして、1体はね、確保することができたので、まあ今回ね、使っていこうかなと思います。はい、よし、1階層どうしようかな。まあ、とりあえず白泣きのスキルを打って、このね、変身させたいと思います。はい、まあこんな感じで抜けると思います。はい、10コンボ入って、まあまあまあ、はい、というわけでね、ルシファー突破できたんで、次3階層ですね。3階層は、あれか、暗闇とルーレットの、違うね。それ4階層だったわ。ファクトですね。はい。でここで龍明変身させていこうかなと思います。ここはソニア撃って、あー、まあそうですよね。うん、白泣き撃っていこうかなと思います。よしよしよし。まあここは本当はね、回復が残ってくれると、まあ一番良かったんですけど、まあ、そんなね、なかなかそういうわけにもいかないですよね。よいしょ。うんうん。いっぱいね、L 字消しを決めていきたいところではありますね。ちょっと今落ち込んこなかったら、危なかったな。よかったよかった。で、ここでね、しっかりと固定ダメージが入って突破できると。そういうわけですね。はい。で、4階層、ここですね。ここが暗闇とルーレットの場所ですね。で、ルーレットめちゃくちゃ嫌なんですけど、今回はそんなに嫌じゃない場所に作ってくれましたね。どうしよっかな。じゃあ一旦、よいしょ。スキルダメしてあげて、このターンにちょっと削りに行ってみますか。削れるかわかんないんですけど、やばいな。やっぱルーレットね、すごい L 字消しのするパーティーにね、おいてはもうかなり害悪ギミックですからね。まあ、いい感じ。あ、いい感じに削っちゃったわ。まあ本当はもう1、2ターンぐらい耐久してもよかったんだけどね。まあ、いいでしょう。で、ナポレオンは大丈夫と。まあ、白泣きにね、お邪魔耐性を振ってるので、お邪魔目覚め耐性をね、振ってるので、まあ、お邪魔は効かないということで。こっからは、まあ、龍明とね、白泣きのループがね、できると。本当は龍明ループがしたかったんですけど、まあ、龍明1体しか持ってなかったんで、まあ、これはしょうがないかなと。よいしょ。はい。5、6、7、8、9、10。よし、これで10個も入って、玉虎の火力が4億8000万、龍明が16億。強いですね。めっちゃ強いと思います。6回。うわ、デネボラか。歩きお願いよかったな。正直ね、歩きお願いよかったですね。まあ、ただここは、どうしようかな。龍明使わなくていいかな。ここはね、多分火を組まなければ、95% のね、根性まで行ってくれると思うんで、行きましたね。よし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 。で、ここで、ポロネを打って、じゃあ龍明打って、ポロネを打ってね、突破していこうかなと思います。はい。いや、今回ね、毒耐性をちょっと積んでないんで、何でしたっけ、あいつ。何でしたっけ、スピカか。そう、スピカがね、今回めちゃくちゃ嫌なんですよね。マジでスピカが嫌すぎて。でもね、ちょっと毒耐性をね、アシストする場所もなかったので、まあ仕方ないかなってね、思ってるんですけど、あ、ここは白泣きで上書きしていこうかなと思います。はい。まあ、白泣きのスキルもね、結構まあ割と悪くないんじゃないかなと。個人的には思ってます。よいしょ。はい。で、今回ね、まあ、操作時間延長のね、まあ、バッチにしてきたんで、まあ、操作時間もそこそこ長めと。何秒かちょっとね、まだ見てないんですけど、まあ、操作時間も多分そこそこ長めに取ってあるので、まあ、いい感じかなと思います。まあ、クラウソラスもね、まあ、うん、水だったら全然 OK ですね。よいしょ。操作時間は13秒、結構長いですね。本当は HP でもよかったんですけど、まあこのパーティーもともとね HP25 万あるんで、そこにね、まあ HP バッジをつけても、まあまあまあちょっと、まあ過剰かなと思って、まあ、だったら操作時間でもいいかな。まあどっちでもいいと思いますね。まあ正直。正直バッジは何でもいいと思います、このパーティー。よいしょ、こんな感じで突破していきましょう。次は9階ですね。9階は誰だ？うわー、遅延か。遅延はマジでやだ。やだやだやだ。やだなー。
なんかね、6コンボ吸収のやつ、うわー、6コンボ吸収のやつだけ出てきてくれればいいのにな。すごいなんか遅延がいっぱい飛んでくるな。いや、ほんとに嫌だな、ここは。あとこのね、お邪魔耐性もね、振ってないことに気づいてしまったので、今。お邪魔耐性とかも、全然何も考えてなかったんですけど、振ってなかったですね。なんで今、欠損してたら相当やばかったというか、死んでたのかな。まあいいや。まあ突破できたんでね、OK。よっしゃ、しましょう。はい。いや、すげえいっぱい食らっちゃったな、遅延。どうしよう。そうなんですよね。今、遅延耐性がね、マジでなくて、遅延もね、変えるような状況じゃないんですよね。モンポもね、ないんで。いや、どうしたもんかなと。コンボ入って、わ、これはかなり火力に期待ができるんじゃないか。竜明完走。竜明完走ですね。玉ドラも7億出てました。はい。強いです。よし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 。ここ確かスピカ、アルレシャの2択ですよね。アルレシャ出てくれたのはかなりありがたい。スピカだとね、相当めんどくさいんで。よし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 。アルレシャでよかった。だったら今回こそはね、今回こそはというか、今回はね、確実にクリアしたいですね。よいしょ。はい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 。OK、OK。こんな感じで L 字と無効貫通を組んで10コンボ入って、よし、突破と。よかったよかったよかった。まあ、今回無効貫通枠ソニアしかいないので、うわー、ちょっと待って。あー、よかったよかった。よかった。ちょっとポロネのね、スキルが溜まってなかったら、ちょっとここかなりしんどいんで、危ない危ない。ここね、左側だけ先に倒してくれるとかないかな。あ、結構強いですね。いや、ナイトメアもワンチャンいけるかもしれないですね、そしたら。そんなにビビる必要ももしかしてなかったのか。ほんとなんか環境ってね、よく変わるじゃないですか、パズドラの。パズドラの環境よく変わるんですけど、まあ、ほんと炭治郎の環境ってすごいですよね。その中でも特にね、歴史を変えたと言いますか。なんか、曲芸師と並ぶか、ほんとそれ以上にね、ほんとインフレを進めたキャラだとね、思いますね、あいつは。よいしょ。まあ、式神使いとあやかしのね、ガチャもセイナっていうキャラがいるんですけど、まあ、個人的にはめちゃくちゃセイナ推しではあるんですけど、ね、やっぱり一回強いキャラを出しちゃうとね、まあ後には引けないですよね。やっぱね、その後のね、ダンジョンじゃねえや、イベントでね、弱いキャラ出しても誰も引かないですからね。それこそ本当に炭治郎でよくねっていうね、なっちゃうんで、これからどんなキャラが出てきてくれるのかね、楽しみですよね。まあこのね、クリスマスの玉ドラもね、かなり強いとは思うんですけど、まあ、使ってみた感想としてはね、結構強いと思うんですけど、まあ、やっぱね、やっぱ武器の方が結局使われるんじゃないかなと、個人的には思ってます。はい。結構、マローにね、適性のある武器だと思うんですよね。よいしょ。なんでね、まあ、よいしょ。まあ、裏白だけじゃなくてね、全然、まあ、武器ならね、マローでも活躍するということで、まあ、リーダーだ、おっと、惜しいな。まあまあまあ、結構耐久性能あるんで大丈夫でしたね。まあリーダーとして使うんだったら、まあ裏白とかだったらサクッとね、勝てるんじゃないかなと思ってるんですけど、やっぱね、アシストでマロー用に使うっていうのが一番いいかなと個人的には思ってます。はい。こんな感じで L 字2つ組んであげれば突破できると思いますね。はい。10コンボ強化入って、うん、まあ、結構火力自体は高いですね。まあ、ただ隣でね、ちょっと竜明っていうね、もうぶっ飛んだ火力が出るキャラをね、採用しているので、まあ、見劣りするかもしれないんですけど、まあ、それでもね、やっぱ10コンボ強化で、10コンボ強化、7コンボ強化、7コンボ強化っていうのはね、まあ結構いい火力がね、期待できる覚醒ではあるので、よいしょ。こんなもんでどうでしょうか。まあ面白いキャラっていうね、意味では、交換もありなんじゃないかなと思います。はい。まあ季節ガチャ、ほんとね、さっきのガチャ動画でも言ったんですけど、結構闇なんで、出る人はね、もうめっちゃ出るんですけど、出ない時は本当に出ないんで悩みどころですよね。やっぱり引くべきかどうかっていうのはね、まあ個人的にはなしかなと思ってるんですけど、季節ガチャ基本的にね。でもなんか結構 YouTuber さんのね、動画とか、まあサムネとタイトルしか見てないんですけど、 YouTuber の動画とか見てると、今回はなんか神引きみたいなね、テロップがついてたんで、もしかしたら当たりやすいのかなと思いますね。まあまあまあ、そんなことはね、多分ありえないんですけど、たまたまっていうだけなんですけど、
なんかちょっとね当たりやすいのかなとか思っちゃいますよね。自分もさっきもうそこそこいい引きができたんで、いやーどうなんですかね今回。ちょっともしかして季節ガチャ確率とか見てないんでねあれなんですけど、でも多分 1% とかだよなサイレア。いや 1% だったらなかなか引くの厳しいと思うけどなまあねそうですよね、やっぱり季節ガチャって悩みますよね。おい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 、まあまあまあいいでしょう。わーわー強いなそうでもなかった、知らなき打っていこうかなと思います。いやここもねなんか最初出た時ね、自分はなかなかねキャラが揃っていなかったことはないんですけど、なんていうのかな、まあ裏しらを楽々クリアできるようなパーティーがねいなかったんですよね。最初はレムーダンテとかかな、レムフダンテとかが結構裏しら適性が高いんじゃないかなって言われてたんですけど、まあ自分レムもねダンテも持ってなかったんで、おっとルーレットか、そう自分ねレムもねダンテ持ってなかったんで、まあ、いつになったら裏しら勝てるのかなとかね思ってたんですけど、まあ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 自分何で勝ったの、あそうだそうそうそう、ムヘトジーバでね勝ったんですよね初めて。そムヘトジーバがね実装されてくれたおかげでようやく勝てるやんと思って、 HP に 2.5 倍もあれば死なんでしょうとかね思ってたら、さっきのねラファエルの回想でまさかの先制ダメージで死ぬっていうね、ちゃんと調べておけよってね思うんですけど、はい。というわけでねルーレット終わるまで耐久しました。まあ耐久自体はね、まあ、L 字消ししてるだけなんで全然苦痛じゃなかったですね。はい、というわけでここはねソニアを使って、どうしようかな、知らなき使おうかな、知らなき使って突破していこうかなと思います。よいしょ、 OK 突破ですねOK です、 OK です。そうね全然そんなに耐久面もねめんどくさくないんで、ただ L 字消ししてればいいんで。はい、奇跡ですねまあ奇跡は、まあ奇跡も大丈夫でしょ、特に言うこともないでしょう。そんなにね難しい感じの階層ではないんで、よし半分まで削って、ただちょっとチーリンドラゴンとか出てくるとちょっとねだるかったと思うんですけど、まあチーリンドラゴン今回出てこなかったんで、まあよしとしましょう、まあ、結果オーライということで、まあいつなかなか出てこないですよね。あとね、まあチーリンドラゴン出てきてもまあ嬉しいっちゃ嬉しいんですよね。まあ個人的にチーリンドラゴンの奇跡がねもうなんでか知らないですけどね、一体もいないんで、よいしょ、まだね白武器とか、あと何でしたっけ、なんか視神系使いますよね。なんで視神系のね耳飾りまだ持ってないんで、まあ、出てきてくれる分にはありがたいんですけど、だったらねだったらセイナとかで行っている時にちゃんと安定して、うわーマジでこれは嫌だこれは超嫌だな。今回ね消せないよね持ってきているんですね、いましたね超嫌だとか言っておきながらなんかいたんだけど消せない回復、いやよかったマジでいやマジか、タマドラ強くないかマジで強いんだが、あれ、あそうか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 、まあいいでしょういいでしょう。今一瞬なんでヘイストしないのかなと思ったら上のスキルが溜まってましたね。まあでも全然上のスキル溜まっててもパスカだったんでよかったです、はい、いやタマドラ強いですね。多分結構運営ももしかしたらこの竜明とね組み合わせることを想定して、まあもちろん作ったと思うんですけど、竜明と組み合わせたらね覚醒無効回復枠とか消せないバインド回復枠がね結構難しいと思うんで、やっぱそこをねやっぱちょっとね考慮してタマドラにねその効果をつけてくれたっていうのはかなりありがたいですよね。いやどうしようかな竜明、いやここはいや正直結構ねそんなに削れないかなと個人的には思ってるんですけども、どうでしょうかね、さすがにでしょ半分まではいかないと思いますね。いや結構いくな、結構いくやばい、うお危ない危ない危ない、いやマジで危ない、絶対死んだかと思った、マジか、いやこれ今の超危ないっすよね絶対。いやよかった、めちゃくちゃ削るやん、俺今取り直しかよってねすげえねちょっとショックを受けてたんですけど、いやよかった本当にマジで、いや意外とこいつあれなんだな、初見で行った時とかめちゃくちゃ硬かったけど、はい、キメノはですね、木じゃないですね、火ですね。キメノは来たら嫌だなとか思いながら見てたらね、ヒメノアのことキメノアって言っちゃいましたね。はい。というわけで、まあ、ここ、まあ、ヒメノアそんな強くないですよね。まあ、水もいないんで、今回。どうしよっかな、今回は、
まあ、普通に L 字はもう組まれてるけど、ちょっと崩しちゃおう。もったいないけどね。よいしょ。まあまあまあ、こんな感じで、火の L も組んでおいて、まあ、L 字消ししてればね、負けることはないと思うんで、基本的に。まあ、決めのは来てもね、耐久すればいいっていうだけの話なんで、まあ、ボスのメノはどれを引いても大丈夫かなと思います。あ、ちょっと暗闇は嫌だな。竜明使って、ここもね、しっかりと L 字消しをね、決めていこうかなと思いますね。L 字消しって結構ね、好きなんですけど、個人的に消し方としてはね。消し方としては結構好きなんですけど、やっぱり毎回組むってなるとめんどくさいですよね。そう、だから L 字消しで何倍とかいうね、リーダーっていうのはね、あんまり、やっぱね、やっぱ流行らない理由がよくわかりますね。難しいんでね、結構。おっと。どうしようかな。白泣き。白泣き使って、まあ、ここは耐久でいいかな。とりあえずね、一旦。よいしょ。まあ、あわよくば倒してくれても全然いいんだけど、そんなに甘くないかなと。まあ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 、いいでしょう。まあ、結構いい感じの削りをね、できたので。じゃあ、ここで突破していこうかなと思います。はい。ここは、まあ、火の L 字消しも入れておきますか。よいしょ。まあ、入れなくても多分勝てると思うんですけど、まあ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 。入れたらね、火力の足しになるんで。よいしょ。入れておこうかなと思います。はい。こんなんで突破できると思います。いやー、強かったですね、結構。いやーね、竜明は個人的に式神使いたやかしでね、まあ、唯一持ってなくて、後からね、もう最後の最後に頑張って引いたって感じなんですけど、やっぱね、こうやって一度ね、使われないと言われたキャラがね、まあ、報われるっていうのはやっぱり、まあいいですよね、やっぱり。まあ相方がね、タマドラで、タマドラリーダーどうなんだっていうね、言われてましたけど、まあまあまあ、個人的には結構ね、見た目も可愛いんで、タマドラね、リーダー面白かったし、いいんじゃないかなと思ってます。はい。ランク999です。まあ、もうそろそろ1000なんで、まあ、1000いったらちょっとね、まあ、1000いきましたよって、軽く言おうかなと思います。はい。というわけで、今回はね、竜明と、タマドラ、クリスマスタマドラをね、組み合わせて使ってみました。まあ、結構サクサクに勝てたんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと、ボスのところがね、ほんと発狂の手前ぐらいまで行ってちょっと怖かったんですけど、まあ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 、それを、まあ、ありにしても結構サクサクにね、勝てたんでよかったかなと思います。はい。最後まで見てくれた方、ありがとうございました。高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。次の動画もね、ぜひ見てください。あと過去のね、動画も、まあ、いろいろあるんで、見てあげてください。はい。バイチャ、アディオス。